流行っているアニメとかねちょっと聞きたいなと思って日本の小学生が今どんなアニメを見ているかとかなんかある今、えっと、漢字とかどうやってどういう感じでな学んでます学んでる Hey guys, how are you do? I'm Takashi from Japan today I'm going to interview Japanese elementary students, and I'm gonna ask about the schedule in mm. school and then about like school lunch, how to learn kanji in school, which anime do they watch, like which anime is trending there, something like that. Okay, let's find out today. On my channel, I interview Japanese people and foreigners in Japan. So it's the best channel for anyone who wants to come to Japan without traveling or living. And you can also learn Japanese here. So if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. And on my Instagram, I show my daily life in Tokyo and share information about Japan. So if you haven't followed yet, please follow it too. Okay, let's get started. Okay, thank you for your help. Can you introduce yourself? Uh, in English? Yeah, English. Uh, I'm Sota and I'm twelve years old and I'm in the sixth grade of elementary school. And I'm gonna be in junior high school from April. And? and I'm Utah and I'm ten years old and I am in fourth grade right now. And in April I'm gonna be fifth grade. Yeah. Okay, so I got opportunity to interview Japanese elementary school students and I'm gonna ask you like how did you learn English? Later. in okay. English. Okay. Yeah. なんかまず小学生じゃないですか一、はい、日の小学生のスケジュールとかってなんかどんな感じが教えてもらえたりしますか、はい、まず8時15分ぐらいに、うん、えっと学校に行って、うん、8時45分ぐらいから1時間目が始まって1時間目2時間目って45分ずつあってそして中休みがあって、うん、その後3時間目4時間目あって。 給食と昼休みがあって、うん、その後に5時間目と6時間目がある。すけど56とか34とか12とか5分休みとかがああそれぞれの間に5分休みがあります <laughs> はいはい、はい、えっと <laughs> 学校ある日って朝何時に起きるえっと6時半ぐらいに起きる6時半、はい、え6時半に起きて8時15分のに学校に着くはい結構はや早い、まあ、朝ごはんもも着替えも かけると結構かえっと学校終わってから、まあ、4時とか多分5時とかに終わると思う、まあ、3時とか4時5時に終わると思うんだけど学校終わったらいつも何してる宿題して、うん、友達と遊びに行くか、うん、塾に行ったりするかそれか家でまあテレビ見たり本読んだり。はははいはい、はい してる友達と遊ぶ時は何することが多いまあ公園行ったり、うん、近くの公園とか行ったりサッカーとかしたりあと学校で校庭が放課後開放されてる時があるからあの遊具で遊んだりもしす。えっと漢字とかどうやって多分小学校とか漢字ドリルとかいっぱいあると思うんだけどどういう漢字でな学んでます学んでる、まあ、漢字ドリルがあって、うん ってそこにお手本とか書き順とか書いてあって、うんうん、だからそれ通りに何か他にノートがあって漢字ドリル用のノートそこに練習一 1>, <ー>1文字1ページぐらいだよね、うん、ああじゃあ一つの漢字に対して1ページぐらいバーって書き分けるみたいな、うん、なるほどなるほどなるほど結構書く漢字は難しいシンプルな質問だけど覚えるの難しい大変 うん、小学校の中で専門0 0文字,字を覚えるから、うん、結構大変給食についてなんだけどなんか実際、給食とか作るときになんか担当分けとかしたりしてどういうい担当がある今ご、えっと、なんとおかずと汁物とあと牛乳配る人と,とかお,お盆を用意する皿とか箸とか準備する人とかで分かれてる。うん、なるるななほほどなるほど 流行っているアニメとかね、ちょっと聞きたいなと思って。日本の小学生が今どんなアニメを見ているかとか。なんかある今。アニメ。アニメはやっぱり。鬼滅。鬼滅。鬼滅が流行って,て、まあ。コナン見てる人も結構多い、うん。コナン。あ,あ、はい,はい、はい。あと。 ポケモンとかも結構多いです。ポケモンはちょっと前前流行ってたやつだけ。今今は違う。今は鬼滅だね。ダン <laughs> トツ鬼滅。あなるほどなるほど。あのもちろんなんか、うん、進撃の巨人とかそういうのも見たりもするんですけど、だいたい、はい、英語のアニメとかもね。英語アニメ。英語のアニメなんてやつ見た最近。英語のやつでも。 Vinny's Infer.Milo Murphy's アニメとか漫画とかよりも今はゲームがすごいームってる。どういうゲームフォートナイトだね。マイクラフト。完全にフォートナイト。完全にフォートナイト。なんか YouTube でゲーム実況とか見たりする見ない。ああ、それも英語。ああ、英語のはい。誰誰見てるミスタービ t g ゲーミングって。いうああ。それよりも unspeakable だ。 プレステムプレイムスクラフトまあそういうミスタービスはわかるなんかあれだよねスキットゲームのあれやってたよねああはい,はい,はい、はい、今さ行きたい国とかある行ってみたい、海外行ってことないって聞いたんだけど行ってみたい国とかあるアメリカやっぱりオーストラリア、うん、エジプトエジプトなんかアメリカはどうして行きたいと思った、まあ、ディズニーワールドも行きたいし、うん、あと単純にそのなんか そこにいたいなんか周り全員英語話して生活してる空間の中で過ごしたい感じがするなるほどなるほどじゃあ英語,英語圏の方にエジプトは、うん、エジプトは、うん、まあ文化とかも好きで、うん、そして単純にピラミッドとかも見たいし、うん、まあ行ってみたいなって思って。なるるほど、行きたい国あるアメリカ,アメリカ とカナダも行ってみたいだけど、うん、ハワイとかも行ってみたいあ<ー>まあね確かにハワイね,ワイね俺も行ってみたいわこれ今学校の前で撮ってるんだけど通ってるインターナショナルでもないし、はいね、で普通の公立の学校じゃんで、はい、海外に行ったことない親御さんとは日本語でしょう親とはず,ずっと日本語ですそうなんかすごい特殊な環境だと思うんだよね多分、うん、なんかどうやって英語も学んだのかなんか英語でこ,ここから英語でいい Well, uh, since we were little, uh, we've been listening to English music and watching English videos, English and books. Yeah, mm. and stuff like that, all English. Since we were very little, so it was kind of like the same as uh, learning uh, Japanese, and it wasn't kind of like learning; it was more like playing and mm. getting the hang of it, hand of, hang of it, because uh, we didn't think we were learning. I mean, we were babies. I mean, yeah. So it was naturals. <laughs>

ありがとうござい。ました。<laughs> okay,